日本一の栄誉をかけた戦い、生まれてきた数々のドラマ、100回目を迎えた天皇杯 JFA 全日本サッカー選手権大会、その奇跡です。戦後すぐに天皇陛下が完成され、選手たちを激励。1951年からは優勝チームに天皇杯が贈られるようになりました。当時優勝争いは大学生のチームが中心でした。1968年大会から決勝の舞台が元日の国立競技場となります。初の元日決戦を制したのは玉本国重率いるヤンマー。この頃から実業団チームが家計を握ります。1983年からは日産自動車と読売クラブの2強時代、10年間で9回の優勝を分け合いました。優勝チームが変わる戦国時代となります。アマチュア勢の奮闘も大会を盛り上げてきました。2003年、市立船橋高校がプロを相手に後半2点差を追いつく健闘を見せます。2009年、明治大学が J1 のコンテニオ山形と対戦。大学生チームが初めて J1 のチームを破る快挙を成し遂げました。2017年は筑波大学が躍進。J1、J2、J3 全てのチームを破って4回戦に進出、旋風を巻き起こしました。日本一を決める決勝戦、元日の国立競技場では幾多のドラマが生まれてきました。78回大会、チーム最後の公式戦となった横浜フリューゲルス。80回大会、その年の J リーグと J リーグカップを制した鹿島アントラーズが3冠を目指しピンチに立ちました。2001年から天皇杯優勝チームにはアジアチャンピオンズリーグへの出場権。
Thank you。